人が。下着が見当たらないけど、ごくり。やめろ！私じゃないよ！そいつに触るなって言ってるだろ！コウキ君、上！ナイスコントロール。コウキ君、大丈夫？あり、死んでない。コウキ君、これこれ。よ、兄ちゃん、お元気？うん、でもそれは、コウキ君の主観だからね。そんなこと聞いてないよ！まったくむちゃくちゃな兄ちゃんだ。なっ！俺の靴を避けた？あの俺の靴を！待て兄ちゃん！わかった！世界の半分をやるから！わかった！だったら、その姉ちゃんをやるから。なんか今日は、私の身柄がいろんな人に勝手にされてる。じゃあ、君は一人で来たんだ。うん、そう。バカしねえ！それで、やっぱりお名前は教えてもらえないのかな？ダメ。どうしてか聞いてもいい？名前は信用してる人にしか教えない。なんでだよ、どっか行けバーカバーカ。アメリカっぽい名前。できないよ。でも困っちゃったね。
名前で呼びたかったんだけどな。ねえ君、まずはそこから降りてきてもらえないかな。やだ。そっか、じゃあ質問を変えるね。どうしてこの制服を盗んだの？女子じゃないから知らないだろうけど、この制服、保健室に置いてある、いざという時の予備用なんだ。私もさっき気づいたんだけどね。ほら、原材料表示タグのところ。おい、こら、それに触るなって言ってんだろ！てめえ。何の話だ。おいこらてめえ、気持ちの悪いことすんじゃねえ。だから何の話だよ。わざわざひっくり返したりしてジロジロ見んなよ！変態か！なんだよ絶望って。とにかくまずは降りてきてもらわないと。そうなの？そういえば、そっか、降りられないからなんだ。ほら、こうきくんならそういうとこあるかもって。